ホームページビルダーは、ジャストシステムが開発、販売している HTML タグを知らなくてもウェブページ及び、ウェブサイトを作成することができるウェブ・オーサリングツールである。ホームページビルダーは、日本 IBM のヤマト開発研究所が開発し、1994年にバージョン1.0が登場した。その後、著作権と商標権の譲渡があり、2010年からは、 ジャストシステムが開発から販売、サポートを行っている。他の Web オーサリングツールは業務用としても使えるようにある程度の知識を持った中級から上級者をターゲットとして設計されているものが多い中、ホームページビルダーは初級者でも簡単に使えるソフトウェアとして設計されている。 写真やビデオを編集できる機能を搭載したり、他の企業と連携して掲示板やブログの作成を、ウィザード形式で行う機能が搭載されているなど、ホームページにまつわる多くのことを、ホームページビルダー上で実現できるようにしていることが、特徴の一つである。Web オーサリングツールのパッケージソフトウェアとしては、1999年10月から13年以上、連続で売り上げ1位を記録している。 2006年の情報処理推進機構の調査によると Web オーサリングソフトを使っている日本語サイトの68%以上はホームページビルダーで作成されていた。2008年のソースネクスト社によるホームページ作成に関する使用実態調査では全回答者の71.7%がホームページビルダーを使用していた。バージョン1.0から V8 までは 日本 IBM が開発と販売を担当していた。V9 途中は日本 IBM が開発、販売しているが、ソースネクストとジャングルからも販売された。11は日本 IBM が開発し、ソースネクストと独占販売契約が結ばれた。しかしその後、ジャストシステムから教育機関、観光庁向けに販売が行われ、その販売形態をめぐって、 日本 IBM とソースネクストの訴訟に発展したが、2007年12月に一部、2008年7月にすべての和解が成立した。12から14は日本 IBM が開発を行い、販売はジャストシステムのみがいった。2010年2月16日、ジャストシステムが日本 IBM からプログラム著作権と商標権を取得した。15以降は、 ジャストシステムにより開発、販売されている。2007年2月、情報処理推進機構が、オープンソースソフトウェア活用基盤整備事業の一環として、オープンソースの普及の妨げとなっている、インターネットエクスプローラー6.0と、ファイ f ーファックス1 5の両方で、同じように表示できないウェブサイトが、どのような過程で作られたかの調査結果、OSS デスクトップ普及に資する。 ウェブコンテンツ互換性向上に関する調査が公開された。この報告書の中で非互換要因数の傾向としては MSHTML、マイクロソフト社各種、オーサリングツールが突出して多く、ホームページビルダーはアドビ社やその他のツールよりもやや多い程度であった。影響度の分析の中ではホームページビルダー V6 から10は基準値を設定せずに、 Z インデックスにマイナス値を使ってしまっているため、このようなページを Firefox で表示すると Z インデックスが指定された要素すべてが非表示となってしまうという致命的な影響を与えてしまうことが報告された。ありがとうございます。